オタハの秘密基地。動画を終る皆さん、こんにちは、オタハです。今日紹介するおもちゃは、これだデジモンアドベンチャー、僕らのウォーゲーム、超進化魂03、ディアボロモンだ <laughs> おぉ、最強の恐ろしいデジモンがついに超進化魂で立体化。直撃世代、集結せよ もちろんデジモンのことや今回のディアボロモンのことよくわからない方もどうぞ最後まで見てください。これがね、やばいんです。こっちがケラモンと言います。ケラモンが進化してディアボロモンになります。かつての選ばれし子供たちに送る。ちょうどこの動画を投稿している今、今回のディアボロモンの発売を記念して YouTube で僕らのウォーゲームが公開されています。もしよかったらね、そっちもぜひ見てください。 それから付属品に時計がついてきます。この時計がやばい。それから第4弾はエンジェウーモン。この次の05のアルファモンも,も予約開始中です。さあというわけでね、早速パッケージの中を開けます。もうすでに開いてるんだよね。この耳のところ、時計を持っているのは誰だ。こういうね、劇中でいい、あの、すごい印象的なセリフがあるんだよね。遊ぶ これはね、当時、ちびっ子だった子は、トラウマになったんじゃないかなと思う。この中に、ディアボロモンの状態で入っていました。さあ、というわけで早速、まずはケラモンから見ていこう。これが、ケラモン。手に持つとこんな感じ。ああ、このあの、画面の。 劇中の主人公の大地たちが、これどうすんだよって言って、進化を止めるのを必死になったあの姿を思い出します。後ろ。この辺にね、変形ギミックがぎっしりと詰まっています。ちなみにこの状態で今、ディスプレイスタンドがついています。ディスプレイスタンドを取り外す。スタンドから取り外しても、ちゃんと自立します。この重量バランスがとってもいいです。これちょっと怖いんだけど、近くで見ていこう。 顔のアップ。この全体のメインカラーのパープルは主に成型色です。目や眉毛、口の部分など、細やかな塗装が施されています。この可愛らしい触角の部分も、付け根がボールジョイントに、この部分は軸で稼働します。胸部。このオレンジのところは塗装。あとは全部成型色ですね。それからこの特徴的な長い腕。部分的に合金素材が使用されています。 腕の付け根はボールジョイント。あとはここに軸があって、いわゆるバンダイのフィギュアーツのようにぐりぐりと動きます。可動範囲はかなり広いですね。次は付属品。さっき取り外したクリアーのスタンド。差し替えのスタンドのパーツに、劇中で印象的だった統計。これはダイキャストでできています。なので重たいです。細かい部分まで塗装が施されています。さあ、次は大きさ比較。 今回のケラモン結構でかいんですよね。01のウォーグレーモンに超進化するアグモン。02のメタルガルモンに超進化するガブモン。大きさこそ全然違うんですけども、この進化前の可愛らしさっていうのは、こうある程度統一されてて、いいですね。こんな風にちょこんと置いとくだけでも、なんかすごいニヤニヤします。さあお待たせケラモンの状態からディアボロモンに超進化させます。 まあ劇中では超進化とは言わずに、こうどん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 成長してったんだけど。それでは変形行こう。今回のディアボロモン、オタファテクニカルレベル、ズバリ5。変形難易度的には前回のメタルガルルモンと大体同じぐらいですね。そんなに難しくないです。だけど一部気を使わなければいけないところもあるので、まあ、今日もね、ゆっくり変形させます。まずは、4本の指をこのように折りたたむ。そしたら、親指を こっちに収納。反対側も同様。さあ、そしたら、次は頭部。この分割線のところで、このように割ります。こういう変形がいかにも超、超新化魂っぽい。そしたら、この触角をこっちに持ってきて密着させる。反対側も同様。そしたら、半分に割った頭部をさらに、 このように割ります。で、ここの部分を折りたたむ。で、ここに軸があります。この折り曲げた部分が、このように回転して、ここに切りかけがあります。この切りかけを、ここにセットするように、反転させる。反対側も同様。こういうことですね。そしたら、反対側も同様。 回転させて、ここですね。これに注意。か。そしたら、この赤いパーツを引き出す。これ行ききるとクリックがあります。そしたら、180度回転。そしたら、裏側。このパーツをロックを外して折りたたむ。ロックはこの中にあります。 そしたら下。このパーツ。これをこっちに向ける。そしたら、この真ん中を分割する。で、ここからがちょっとしたポイントになってて、このパーツがディアブロモンの肩に来ると。で、この付け根のところにボールジョイントがあって、ここからこうパーツが外れやすいんですよね。上手に変形させないと外れます。なのでコツを覚えてください。このボールジョイント。 これを使って、この肩のパーツを、ボールジョイントを使って、こういう感じですね。反対側も同様。ボールジョイント。ここの付け根を意識して、こっちに向ける。今度はここのヒンジを使って、このパーツを上に持ち上げると。ちょっと今どういう風になっているかお見せします。ここにヒンジが、えー、2個あるんですよね。結構細かいです。このヒンジを、 ここまで来たら伸ばす。で、こっち側に持ってくると。そうするとスムーズに、この肩のところに来ます。で、ここにジョイントがあって、押し込む。これはパチンとはまるタイプじゃなくて、押し込んで、渋みで止めるタイプですね。反対側も同様。ここのヒンジを使って、上まで持ってくる。持ってきた後で、これらのヒンジを使って、伸ばしていく感じですね。伸ばしながら、 こっちに持ってくると。ここら辺がね、ちょっとだけタイトです。で、押し込む。そうすると、このようになります。そしたら、このパーツを上に起こすと、これが頭部と胸部。ここにロック。ここを接続して、髪の毛。このパーツを下に下ろす。そしたら、足。これはどういう風になっているかというと、 まずはここを伸ばす。内側に折りたたまれているので、正面に向ける。そしたら、つま先を正面に向ける。こういう手順ですね。反対側も同様。伸ばす。ここの部分で正面に向ける。そしたら、つま先。か。足はこんなに長いんですね。まあ劇中っぽい感じだと、 こうですね。この辺は後でゆっくりやりましょう。そしたら最後、手首。ケラモンの拳の裏側がこのようになっていて、この指が一本一本ボールジョイントでこうくっついてるんですよね。ダブルボールジョイント。ここがね、えっ、ー、と、優しく、こうやって伸ばさないと、ポロリが発生します。ゆっくり展開して、すべての指を回転。このようにします。で、親指。 これを展開するか反対側も同様そして最後親指を展開すれば完成これがディアボロモンだ お当時トラウマになった直撃世代のちびっ子これ見てる見事に変形したね。ちょっとじっくり見ていこう。後ろ。背面もすっきりまとまっていますね。いやー、これは凶悪だね。早速近くで見ていこう。まずは上半身、及び頭部のアップ。あの顔です。もう本当にね、再現度がすごく高いです。 基本的にはこの濃い紫以外は全部塗装ですね。この辺の塗り分けがとっても綺麗です。目の部分も造形がすごく立体的で、ああ、こういう顔してるわっていう感じのディアボロモンの顔。大きく張り出た肩。この辺の成型色もとっても綺麗な色ですね。髪の毛の造形もとってもシャープです。胸部のデザイン。ここもね、変形ギミックが集中してるんだけど、見事にまとまってますね。 あとはこの真ん中のグリーンのクリアーパーツがとっても綺麗です。中にシルバーが吹いてありますね。股関節。ここら辺もあのさっきのケラモンで言ったようなフィギュアーツみたいな感じなんですよね。足。これね、手足をまっすぐにすると、じゃんこれかなり高いんですよね。ちょっとわかりやすい大きさでいこう。マスターグレードのガンダム。これよりも大きいロボット魂のガンダム。さっき比較に登場した。 まだ超進化させてないです。アグモンとガブモン。いわゆる敵側のキャラクターなんで、ちょっと大きいぐらいがいいですよね。この頭部の付け根はボールジョイントです。この風に動きます。前後の可動がそんなにないですね。腕の付け根はこのようになっていて、さっきのケラモンと同じボールジョイント。で、ここに軸があって、まあ、ぐりぐり動きます。こんな感じ。指もさっきお見せした通り、ボールジョイントで。 全部稼働します。僕は一つ心配なことがあって、まあ、この金属のボールジョイントなんで、今はある程度渋みがあるんだけど、ゆくゆくちょっと緩くなるかなーという感じ。今現在は程よい渋みがありますね。合金箇所はさっきのケラモン同様、腕か。で、あとは股関節とか、肩に見られるような、こういう関節のところ。胸部ですね。実際に手に持つと、 まあ、そこそこの大きさがあるんだけど、そんなに重くはないですね。各部を動かして、アクション手足がとっても長いんで、すごくポーズバイがします。いやー、これは本当に凶悪。それから、足を曲げるとこんな感じ。足は人型っていうよりなんかこう、四つ足動物みたいな感じでしたよね。各部の関節が渋みによる形状の保持なので、 長時間展示させる場合は、ディスプレイスタンドを使うといいですね。これで安定して立たせられます。そしてこの時計。スタンドのこの部分にセットします。おー、いいね。このスタンドなんだけど、長さを選べます。もうちょっとね、腰をしじゅ沈み込んだポーズで飾ることができます。スタンドをつけるとかなり安定しますね。おー、ちょっと腕組みっぽいというか、これなんだろうな、ね。 うー、寒いー <laughs> って感じ。ちなみに僕は初めて僕らのウォーゲームを見たとき、すごい感動しましたね。さあ、そして最後は比較。これ順番に行こうか。01のウォーグレイモン。一緒に並べるとこんな感じ。いいねー。大きさやボリューム的には今回のディアボロモンの方が大きい。こうやって向かい合わせると、あの劇中を思い出しますね。さあ、次。02。 メタルガルルモン。一緒に並べるとこんな感じで。そうだね。ボリューム的にはやっぱ今回のディアボロモンかな変形難易度はだいたいこれとこれが同じぐらいですね。両方ともテクニカルレベル5。そして最後。全部を一気に並べるとこんな感じ。進化前のさっきの可愛らしいので並べるのもよし。こっちで並べてもいいですね。遊び方はこんな感じ。というわけで今回のデジモンアドベンチャー。 僕らのウォーゲームに登場した超進化魂03ディアボルモンのレビューいかがだったでしょうかいやー僕さっきに言うとこれかなり満足しています実際に触ったところ変形難易度も適度で姿がガラッと変わり掃除ていじりやすいんですよねすでに発売中のウォーグレーモンとかメタルガルモンのこう横に並べるとね本当に何とも言えない感情が湧き起こりますもしまだ超進化魂とか買ったことがない人 買おうか迷ってる人にはね、まあ、キャラクターの好みはあるかもしれないんだけど、僕はこのディアボロもおすすめします。とにかくいじりやすいです。次回のエンジュウーモンとか、05のアルファモンも楽しみだね。とにかく僕は、そうじて大満足です。今回の動画、面白かったな、楽しかったオタファのハイエイジトイのレビュー、もっと見たいという方、チャンネル登録や厚い高評価、どうぞよろしくお願いします。いつも本当に励みになります。あとはどんなことでも結構です。 おたま僕昔僕らのウォーゲーム見たよーとか、あ、YouTube で見たよーとか、あ、これの変形面白かったねーとか、他にも劇中のこと、他の超進化魂のこと、どんな薬も結構です。みんなからのコメント待ってます。それでは次の動画でお会いいたしましょう。おたまでしたまたねー